村田,村田新八、村田新八、村田新八、天保七年十一月三日、千八百三十六年十二月十日、明治十年、千八百七十七年九月二十四日は、日本の武士、薩摩藩士、政治家。天保七年、千八百三十六年十一月三日、薩摩国鹿児島城下梶山地町山の口場は、見献馬場法切りで、高橋八郎の、 第三種として生まれ、ようにして、村田十造、経典の養子となった。はじめの名はヘマロ、後、ケーマン、常密に改む。通称を新八という。三男かめあり、長男の岩熊は、西南戦争に従軍して田原坂で戦死、次男の二蔵は、鹿児島に戻る途中で負傷、命を繋いだ。 村田は年少の時から西郷隆盛に啓示し、尊皇の志を抱いた。文久2年、1862年3月10日、熊本藩士、宮部定蔵らが、入り卒しようとした時、有馬晋七らと、一刑期で、宮部らと会して、時事を断じ、入り卒を断念させた。この後に、島津久光新発に先立って上京した西郷、村田と、森山新蔵は、 諸藩の情勢を探っていたが、牧田持信、有馬信七らの京都挙兵、寺田屋騒動を先導したと久光から疑われ、呼び戻されて、最後は、徳之島、再命で沖の選ぶ島へ、変更へ、村田は、機械島、薩摩洋島、機械ヶ島ではないへ遠投された。この時の機械島での生活を記した、歌目光の日記は、今も残ってる。現時元年、 1864年、斜面された西郷は途中、機械島へ寄って、村田を鹿児島へ連れ帰った。慶応 2>, 2年、1866年1月4日、黒田清隆が、薩長同盟のために、長州藩士の木戸隆義、三好重臣、品川矢次郎、戸佐郎氏、田中光津明を伴って上京したとき、西郷に従い、伏見に出迎えた。同年7月、 黒田らと山口に赴いた村田は、長州藩主、毛利高近に越し、黒田と別れた後の29日、伊藤博文らと共に、長崎を出港して、上海を訪問し、帰国後に帰藩した。慶応三年、1867年7月七日、殺土名約の事情を記した、西郷の書簡をもって、山口を訪れ、帰りに、品川矢次郎。 セラ修造を伴って上京した。同年10月、西郷の王政復古論で反論が統一すると、村田は中岡慎太郎らと大村藩、平戸藩などを遊説し、馬藩で坂本龍馬、伊藤博文らと会し、毛利港に越見した後に上京した。12月4日、黒田清高山田明義と同行して、京都より西宮に至り、王政復古の発令が近いことを、 長州藩兵に告げた。十二月十一日、山、野田和助らと二条城下を通り過ぎた時、新選組の大使と衝突し、山の殿が一名を切り、村田らは微笑を追ったが、これを退けた。村田は、母親戦争開始時、明治元年、千八百六十八年は、遊撃二番小隊の官軍であり、とは、伏見の戦いの時は五台所五門の警備をしていたが、 後に、淀の戦い、八幡の戦い受け取り、姫路進撃、道藩が降伏したので、赤島で行って帰るなどにも出陣した。東海道軍登場前の編成が得で、城下二番小隊の隊長になった。しかし、西郷の幕下にいたらしく、官軍の辺見重労太が代理の隊長を務めることが多かった。二月十二日に東西大総特府の加算棒となった西郷は、 中村半次郎、一番小隊長、村田新八、二番小隊長、篠原国本、三番小隊長らでなされる、先方隊を指揮して2月25日に、駿府、27日に、小田原へ進んだ。東海道の幼少箱根を占領した後、最後は、静岡へ引き返し、ここで、林王寺空港元宝新王北白川宮義久新王の若い生丸の使いを、 知りけ、爆心、山岡鉄州と会談した。ついで江戸へ登った西郷は、勝海州と江戸海上交渉のための会談をした。この間、村田は正体を率いて、西郷に随従するとともに、会談を護衛した。上野戦争の後は二番正体を率いて、東山道軍の応援に赴き、5月26日の白川奪還戦、棚倉口を担当、日本末戦を経て、 ア津若松城行為戦に参加した。明治2年、1869年、鹿児島城備隊が作られた時、砲兵隊長となった。明治3年、1870年2月13日、大山岩らと共に、西郷隆盛に随従して、長州藩に赴き、騎兵隊脱退総上の城を視察し、藩知事、毛利博厚に越見した。同年末、 西郷が登場しての体制改革を決意したとき、西郷の命で京都のカス千安のもとへ派遣され、事務に関する十二箇条を得て復命した。明治四年、1871年、村田は西郷の推挙で、区内大進に任命された。この年、条約改正のために全県大使岩倉智美が派遣されることになったとき、その施設団の一員に加わり、 欧米視察に出発した。明治7年、1874年に欧米視察から帰国し、西郷隆盛が下野して帰郷したのを聞くと、辞職して、鹿児島へ帰った。村田さえいればと考えていた、大久保利道は、村田の帰郷を聞いて、呆然としたと伝えられる。帰郷した村田は、桐野俊明、篠原国本らと、私学校を創立して、法大学校。 商店学校の監督となった。明治10年、1877年1月、熊本の市、池部吉十郎、笹智房と会った。この時、村田は、西郷首相たらし面との抱負を改陳した。2月6日、弾薬庫襲撃事件と中原久夫の再合視察計画への対処についての、市学校本部での代表状が開かれ、出兵が決定されたが、村田は、 目前としていて、積極的に発言しなかった。2月7日、私学校本部に、殺軍の本営が設置され、2月13日、大隊の編成が行われた。この時、桐野俊明が4番大隊指揮長検討司令となり、村田は2番大隊指揮長になった。2月20日、先発した、別府新助の部隊が川尻に来し、熊本人大偵察隊と衝突し、 西南戦争、西南の役の実戦が開始された。二十一日、相次いで到着した殺軍の大隊は、熊本陣大を、包囲攻撃した。村田は、篠原国本、別府新助と共に、背面軍を指揮したが、熊本城は、県城で、すぐには落ちなかった。本営軍儀で、霧の、篠原らが主張する、全軍古城論と、池上史郎、野村をしすけ、 西郷小平らが主張する、進む論が対立し、軍議が長引いている間に、政府軍の第一旅団、のちしずを、第二旅団、三好重心の南下が始まった。これに対処するために、熊本城皇位を池上に任せ、長山や一郎に、海岸線を押さえさせ、桐の俊明、三河正隊は、山がへ、篠原国本、六花正隊は、田原へ進出し、村田は、 ベップ・シンスケと共に、五家正体を引いて木止めに出張本営を設け、政府軍を攻撃し、高瀬を占領しようとした。以後一ヶ月余り、互いに勝敗があって戦線が到着したが、徐々に政府軍に押されて後退した。三月二十日、田原坂の戦いに敗れ、ついで四月八日の安政橋口の戦いで敗れて、政府南下軍と背面軍、 熊本賃大軍に攻撃される形になった、殺軍、盗殺各派を含むは4月14日、熊本城の囲みを解いて、小山に退却した。ついで4月21日、矢部浜町に退却し、中退に編成開始した時、村田は、池上と共に、本営詰めとなった。4月27日、西郷、村田、池上らは人吉まで退却した。翌日、 後代に退却した桐野の主催で開かれた軍議で諸方面の部署を定め、中隊を各地に派遣した。政府軍の攻勢で人吉本営が危うくなると村田は池上に最後護衛隊を率いて宮崎の軍務所へ赴かせ、6月1日、自ら指揮して政府軍と戦ったが大敗した。この人吉の攻防戦は田原の戦いに次ぐ。 西南戦争の節目と言われる。6月17日、村田新八は小林により、新部隊、八九隊、後新隊、佐渡原隊の約1000名を、原田、上江、今性、池島などに配備し、これより1ヶ月近く、山田明義率いる、別道、第二旅団と川内川を挟んで対し、商戦を繰り返した。7月10日、別道、第二旅団と、 第二旅団、三好重臣が、格闘、イーヌに全面攻撃を加えてきたので、配下の初代は、高原ふもと、のじりに退却した。十一日、小林が陥落した。七月十七日と二十一日、堀尾八郎が、都の城、高城及び、省内の殺軍、千余命を率いて、高原独奪還のために、政府軍と激戦をしたが、勝てず、省内、 谷頭へ退却した。7月24日、村田が指揮していた宮古城方面の部隊が政府軍六カ旅団と戦って大敗し、宮古城が陥落したので、村田は宮崎へ退いた。7月31日、村田は宮崎の戦いで諸軍を指揮したが敗れたので、さらに北上した。8月3日、桐野は、平岩、村田は、不幸身長、池上は、 延岡に会って、諸軍を指揮したた。が、秘密の戦で敗れた8月13日、14日、霧野、村田池上らは長井村から来て、延岡進撃を部署し、本堂で指揮したが、延岡の戦いで、別堂、第2旅団、第3旅団、第4旅団、新鮮旅団、第1旅団に敗れ、延岡から総退却して、和田峠に寄った。8月15日、 和田峠を中心に布陣し、政府軍と西南の約最後の大戦を試みた。早朝、西郷隆盛自ら、桐の、村田、池上、別府らを従えて、和田峠頂上で指揮したが、大敗して、延岡の回復はならず、長江村へ退いた。これを追って、政府軍は長い包囲網を作った。8月17日夜12時頃、西郷に従い、江の竹を突破恋した。 特化恋軍は、精鋭300から500名で、全軍は、河野朱一郎、辺美十郎太、中軍は、桐野、村田、五軍は、中島武彦、木島清が率い、池上と別府が、約60名を率いて、西郷を警護した。この後、宮崎、鹿児島の山岳部を踏破すること14日、未体を経て、鹿児島へ帰った。9月1日、 と、過去した札軍が鹿児島に入り、城山を占拠した。一時、札軍は、鹿児島城下の大半を制したが、上陸展開した政府軍が9月3日に、城下の大半を制し、9月6日には、城山包囲体制を完成させた。9月19日に、山、野田和介、河野朱一郎が、西郷久明の軍師となって、三軍、河村住吉のもとに出向く前、 村田と池上は、その相談に預かった。九月二十四日、政府軍が城山を総攻撃したとき、西郷隆盛、桐野敏明、桂久武、村田新八、池上四郎、別府新助、辺味十郎たら四十四名はほら前に整列し、岩崎口に進撃した。途中で、西郷が被弾し、島津大きく能邸門前にて、別府の解釈で自決すると、ひざまずいて、 西郷の自決を見届けた村田らはさらに進撃し、岩崎口の一類にこもって交戦した。この時村田は自決した。去年42年に楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。